はい、どうも、村戸です。私がたまにね、やりたくなるこの雑談ね、私が最近思ったことを中心にね、やっていきたいなと思います。最近ね、ちょっとサッカーを始めたんだよね。サッカーボール買って、まあ、リフティングとかなんだけど、まあ、ちょっとしたサッカーというスポーツを趣味の範囲内でやり始めたんだよね。で、自分の体をね、こう、シザーとかさ、リフティングとかさ、いろいろこう、動かしていくと、これじゃない感がすごいの。バク転とかバク宙とかやってる時は、まあ、しっくりくる感じがあるんだよね。まあそれはそうだよね。ずっとやってるから。そういう感じと比べると、やっぱさ、サッカーって本当に素人だから、なんかこう一つの動きを取ってみても、素人っぽさっていうのかな。なんかしっくり来ない感があるんだよね。動きが最適化されてないっていう感じなのかな。でさ、私ね、実は2年間ぐらい小さい時に野球をやっていたの。野球経験者ではあるんだけど、そんな誇れるような経験者ではないっていうことだよね。長いこと野球をやってきた人っていうか、特に高校野球を経験してきた人っていうのかな、そういう人たちとキャッチボールをしたら、この球の伸びが全然ちげえの。球を取ると、まあ漏れなく痛え。で、私がキャッチボールしたその経験者たちっていうのは、別に高校球児とかなんでもないわ。だけど、その高校野球をやっていた人たちとキャッチボールをすると、漏れなく、全員この例外なく球の伸びとか、この空を切る音とか、もう痛さとか、全員同じぐらいすげえの。で、何が言いたいかっていうとさ、アクロバットとかやってると、よく聞いたりとか、まあ、言われるのは、すごいねとか、身体能力高いねとかね、あるいは身体能力高くないとできないんでしょって言われることとかがよくあるわけ。でもね、それは違うと思うんだよねっていう話で、野球は野球、サッカーはサッカー、アクロバットはアクロバット、もっと言ったら体操は体操で、それぞれ、なんかこう、たくさんやってきたら、プロフェッショナルな部分があるっていう、それだけの話だと思うんだよね。例えば、野球とかだったらさ、投げるテクニックにしても、打つテクニックにしても、絶対、長いことやっていないと身につかない高等テクニックってあると思うのよ。サッカーはサッカーであると思うのよ。野球とかサッカーの場合だと、ビジュアルとして見づらいだけだと思うわけよ。まあ、だからアクロバットってさ、そういう意味で言うと、長年培ってきた技術の集大成である高等技術っていうのを見せるという意味ではすげえコスパはいいよね。そう、だからアクロバットをやっている人が身体能力高いとかそういう話ではなくって、普通に野球にもサッカーにもそれぞれ身体能力高い人がいて、それぞれのスポーツで高等テクニックを駆使している場面っていうのがあるんだけど、それが分かりやすいか分かりづらいかなだけだと思うっていうね。それで私がね、野球やったりとかサッカーをやったりとかして素人臭さみたいなのを体感すると、やっぱりなんか長いこと積み上げてきた人はすげえなって思ったって、そういうことだね。なんかわかるかな？リフティングやっててさ、空中にこうボールが浮いてる時のこの焦る感、どうしようどうしようってなって、体がこうロボットみたいにガチガチになっちゃう感じ。今ね、リフティング10回もいかないんだよね。しょぼすぎるでしょ。だからまず10回できるようにして、100回ができるようにこう目標にしてね、目指していきたいなって思うね。じゃあバイバイ。